アロハタンタンです。本日は G ストリング、元ハワイ三大メーカーの一つ G ストリングのテナーサイズで T4CB というモデルをご紹介いたします。かなりカーリーが綺麗に入っております。こちらはなんとファクトリーセカンド、俗に言うアウトレットや B 品のようなものなんですが、このファクトリーセカンド、申し訳ございませんがどこなのかがまだ見つかっておりません。そのくらいのものです。あっても節があるとか、アバロンが端まで入っていないとか、そのようなそのぐらいのものです。ひどい割れがあるとか思い切り傷があるとかっていうことではないのでご安心ください。このちょっとお得に買えるファクトリーセカンドのテナーサイズを本日はご紹介いたします。これはね、おそらくヒロの弦が貼られております。3弦が鉄弦になっていて、ヒロの弦、ナイロン弦ですね。こちらのテナーサイズはテナーサイズの割には音がずっしりどっしりしすぎていないので、もう少し軽やかに弾きたいけどスケールが長くてピッチが安定しているものがいいとか、フレットの幅が広い方が弾きやすいという方のご要望にはしっかりと応えてくれる一本だと思っております。こちらは T4CB カスタムバインディングですね。トップもバックもバインディングが入っております。別光柄ですね。別光柄のバインディングが入っておりまして、ロゼッタにはアバロンが入っております。この G ストリング、指板の角がかなり面取りされているので握った時に痛くないんですね。ちょっと幅の広いものなどをこう握った時に両サイド角が刺さるような印象を持つ楽器も少なくないんですが、こちらは両面とも面取りされているのでかなり持ちやすいと思います。ちょっとだけお得に買えます。このファクトリーセカンド G ストリングの T4CB テナーサイズ、この個体が気になるという方はぜひお早めにお問い合わせご注文をお待ちしております。それではタンタンでした。アフイホー。